前回からですね、始まりました中田くんとの大阪環状線一周二人旅、今回はですねその第2回です、ルールを説明しますと1スタートとゴールは天王寺、2各駅によって写真を撮影する、3なるべく沿線に沿って走る、この3つだけです。めちゃくちゃフリースタイルな企画です。それではですね、スタートから約 5.4 キロの、天王寺から4駅目の大正駅から、再び走り始めます。よろしくお願いします。この辺庭みたいなもんやろ。この辺マジで庭やろ。ここは庭あんまりそこだけど、あっちドームね。はい、京セラですね。クライマックスシリーズが終わったけど、日本シリーズないもんね。あ、そうか。オリックスとヤクルトとしたよね。オリックスだよ、オリックスやもんな、パリーグ。阪神がね、見事に惨敗した。見事に惨敗したな。綺麗に3連敗してる。見てて、誇らしかった。誇らしかった。ね、でも来年、岡ちゃんや。岡ちゃん、頑張って。ちょっと衝突になってたのね。カッパ寿司が？これ。あっちにつけ。ああ。あ、移転したってこと？でここから今。はい。であっちに打って。なんで？ああ言ってたな。めっちゃ懐いてくる子がおるって。ここらで。え？なんかそんなことあったから。なんてもったいないこと。え、連絡先とかは？え、出るよ。じゃあ。ちゃうね。ちゃん、もうできた、ね、向こうにも。向こうがな。ホストの返しです。ああ。ちょっと。や、ああ。やりよった。やりよったな。でも、ちょっと責任を感じてる。そうやな。諸悪の根源。やっちゃう。あんときにちゃんともう。ちゃんともう預かっといてよかった。預かっといたらな、そんなわけのわからん男と。そうね、それな、打ったっていうか、断った。あと ?1、2週間ぐらいホスト行ってんね。ああ、もうちょっと。一緒に帰ったりはそったんやけど、うん、ホスト行ってるんですみたいなことが、あらら。めちゃくちゃイケメンやねん。負けた、顔は負けた。顔は絶対負けてるよ。世の中で一番イケメンとか言ってた。ハハ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 ハ。さあここね、JR より地下鉄の方が上にあるという面白い駅ですね、弁天町。これは一番上に出てるので、地下鉄が無理だと。なるほど。はい、スタートから 7.5 キロ弁天町にやってきました。お家が近いんで、よく持ったね。余裕っすね、まだ。ほんまに足さえ行けばほんまにできるわこれ。うん、地下鉄の弁天町は俺か。筋肉痛？これやばいと思うわ。
分からん。その次の日が一番やばいかも。ああ。いやー、ガムーン出た。コーナー。どこやったっけ？あっち？いや、あっちか。じゃあね、Google で調べた方がいいか。でもあれやと思うな。あっちやと思うな。これ味川やっけ？味川。犬もお好み好きが味川です。ユニバーサルシティ。ね、正面に見えるあの高架が阪神難波線ですね。難波から西九条。西九条に向かう。そう、西九条尼崎へ向かう。あれです。九条出ると急に地上上がるから。でもあれ言ってる前に西九条ね、あれ渡ったら。もうですね。いいですね。ここですな。ねえ、この怪しいな。こちらですね、有名な安治川トンネル。歩いていくか。知る人ぞ知る。でもやられてたらこうやろ。え？ここ向こうからとこっち側で挟まれて終わるの。挟まれたら。いや、ヤンキーみたいな。いや、何の親父がやったらな、それはやばいな。ああ、でも終わりか。すごいな。山口なんて下関の関門海峡もこんな。あ、そうなの。こういう左側通行こんな。もうちょっと広いけど。で、長いの？めっちゃ。どのぐらいあるな。1キロぐらい。あ、長か。1キロもないから800メーターぐらい。ここの距離は全然ない。階段ダッシュ。やめろ。やめろ。マジ強そう。一時間でここ多分倍速再生は。しゃ。わかりました。そうか、10年前か。初めて環状線一周した。なんかおっさんになったな。いや、マジで。これ入れとこ。西九条来ました。そんなな少ないから。渡れる？こっち渡るか。西九条に着きました。南歩系ですが。南歩系の方ですが、あ、なんか出てこないな。1212。あ、なんか面白い。ええー、な、視察性がある。1212。12000歩。あ、距離はやっぱこれええかげんやね。8.24。これええかげんやね。まあ、しゃあない。元気ですか？元気ですか？残念やったな。なんか、別に人前じゃないけど、本当か。なあ。あの子すごいやん。
8月まで転勤したんやけど、うん、そっから半月ぐらいマジでしんどかった5時ぐらいだったんやけど、でその間誰とも働くて逆にあかんなと思い始めて、うん、9月後半からその10月前半までずっと寝る逆に。あ、そうなんや。まあそんなどっか行ったってことないけど、まあ、誰かと会ったとか見たいから。あー、飯行ったりとか会わんくなったらヤバなる、ほんまに。あ、この先はほぼありませんね。こ、南側渡れ。入ってへんかった今の。入れてよ。やめろ。これも、本当は。もう一回言おうか。もう一回言おうか。テイクツー。テイクツー。野田なの田。野田なの田。はい。はい、野田なの田。なんか言うねんね。こすればこするごとね。あー。何味それ？なんかラムネ味だって、うまそうだな。あ、ラムネな。考えるためのエネルギー変えたけど、考えてへん。考えてへん。ろくなこと考えてへん。ろくなこと考えてへん。どういうことやん。卑猥やわ。あ、うまあ、めっちゃいい景色。いいや。ほんまや、阪神や。だいぶ道幅も広くなり、都会というか。何これ？ 2 号線？ 2 号線なんか、2号線ね。奈良の道の3台ぐらい出るんちゃう。どこにあんの、あのスシローは。客層が甘いのも違う。どこにあるの？え？フラント。あまりに客層が違う。とか言うてる間に福島駅です。福島駅です。よ、ありがとうございます。福島なのだ。お、なんか来るんちゃう？ちょうどいいタイミングで。いいですね、タイミング。いいですね。どっちやろね。イケメン。これ名物ね。ビルにビル貫通する高速道路。あー、いいですね。梅だよ。頑張ったんじゃないですか、ちょっと。頑張った、頑張った。頑張ったんじゃないですか、まあまあ。環状線ハーフマラソンは達成やで。ハーフマラソン。はい、大阪駅に着きました。さあ、お昼ご飯です、今から。ユーミン。食欲は出てきたね。なあ、めっちゃ出るな。乗った？
次天満やんな。スタドンが出る？スタドンが出る。汚い。大丈夫や。大丈夫だ。汚くてもいい。何も出ない。面白いからいいよ。やっぱりミニにしたかった。ミニにしたらよかった。ご飯少なめにしたかった。そんな中田くん彼女募集中です。ありがとうございます。でもうちの動画基本的に40代以上の男性しか見てないから。そんなに深い。これ過去にそこはちょっと語られんな。彼女がいいんで。せめて女性で。せめて女性で。あわよくば20代30代で。いるかな。コンテレパッチャン。これあれ天神橋筋やんな、この横。最後じゃこれ。はい、天満駅です。なあ、いいですな、この辺。来ました。やば、結構来てるぜ。結構来てる。結構来てるぜ。桜の宮駅でございます。桜の宮。Yeah. うん、ありがとうございます。ありがとうございます。